上司が質問に答えてくれません。わからないことを聞くと、そんなこともわからないの？自分で考えてみな、と言われ、自分の考えを述べると、そんなバカな話は聞きたくないと言われ、どこがおかしいのか聞くと、考えればわかるでしょ？そんなこと聞くなよ、と返されてしまいます。装置のマニュアルはどこにありますか？のような単純な質問に対しても、いつも上記のようなやり取りをされて、とても困っています。どうしたらいいんでしょうか？上司のさらに上の人に相談する。はい。わからないので教えてください。考えたがわからないので教えてください。わからないので、もっと上の上司に聞いた方がいいですか？録音はした方がいいとは思うけど、もっと上の上司に相談するときは、どうしたらいいかわからなくて、私の何が悪いか教えてほしいと相談するかな。その人が一番上なんです。小さな支社で上司と私以外はパートさんなので、他に相談できる人がいなくてわからないのでからっていう言い回しもしたことがあるんですが、そんなこともわからないの？考えてみて、しか返ってこないんです。本社の人事にも相談したんですが、上司からは君が使えなくて困ると報告を受けている、ちゃんと指導してもらえと言われてしまいました。質問に答えてもらえない旨も相談したのですが、上司はきちんと指導していると言っていると突っぱねられています。録音して、これのどこがちゃんとした指導？って本社にチクる。上司との質疑応答をすべて録音するのはもちろん、もう一度人事に相談する。その際も通話の録音必須。上司さんとのやり取りを録音しています。それでも対応してくれないのであれば、パワハラによる精神的苦痛で上司と会社を訴えることも考えています。それくらいする必要があるくらい病んだ会社だけど、そんな労力使うくらいなら転職した方が早そう。一度突っぱねられたので、二度目の相談の時に録音したものを持っていきました。それでも取り合ってもらえなかったんです。録音を聞かせても取り合ってもらえないってことは、コミュニケーションを取れない自分が悪いんだと思います。なんで質問に答えてくれないのですか？と本人に聞いたこともありますが、それに対しても考えてみとしか返ってこないんです。考えてもわからないから聞いているんですと恥ずかしながら泣きながら訴えたこともありますが、ちゃんと考えないからわからないんだと怒鳴られて終わりでした。だらだらとすみません。こうして人に聞いて解決法を得ようとするのがダメなんですよね。いつも上司に言われます。もう一回自分で考えてみます。リップありがとうございました。もしかしてあなたが何度も何度も聞いてない？メモ取れてる？働いてどれぐらいで最初からそんな態度だった？新卒で働き始めて半年です。研修後に支所に来て3ヶ月になります。同じことを聞いているのではなく、初めて聞くときからこういう対応をされています。本社には配属後1ヶ月の面談と3ヶ月の面談で相談しました。1ヶ月ですでにそんな態度だったの？よく耐えてるね。いろいろな人の意見聞いていいと思うよ。しかしなんか他の話題もあるし、長引くすれに移動した方がいいかな？まだ大丈夫じゃないかな。他に相談者が来て話題が混乱しそうだったら誘導すればいいと思う。そか、いまいちタイミングがわからなくてごめんなさい。お気遣いありがとうございます。邪魔になったら誘導していただけると嬉しいです。私の発言にちゃんと返答をいただけるのがとても嬉しく泣いてしまいました。上司によく言っている意味がわからない、質問の意味がわからないから答えようがないとも言われています。ここまでの私の書き込みで文章におかしなところはありましたか？おかしいところや直した方がいいところがあれば教えてください。特に変に感じたりはしないな。平易な表現でわかりやすいし、簡潔に短くまとめられてると思う。むしろ読みやすい文章だと思う。パワハラだね。
こまめに録音を録り、溜めて。心療内科で診断もらって、本社に再トライ。対応してもらえないなら、しかるべきところに相談に行きます。コースではないでしょうか。新卒でそんなクソみたいなやっこに当たって、本当にかわいそう。